はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少しいつもジャイアンツ情報をアップロードさせていただいてるんですけども、今日は自分自身のことについてお話していきたいというふうに思います。少しサムネイルであったりとかタイトルなんかを見て、あれどうしたんだっていうふうに思われた方いらっしゃるかもしれないですが、ちょっとね、今日は、自分自身のことをお話していこうかなっていうふうに思ってます。今日どういうこと話しましょうか。はい、僕がどのように YouTube を思ってるかっていうところと、まあその今の僕の現状であったりとかこれからの話、この二つをね、ちょっと主にねしていきたいなっていうふうに思ってます。まず僕が YouTube を始めたきっかけはですね、動画の概要欄にも書いてると思うんですけども、やはりプロ野球とか野球をちょっとでも楽しいと思って、もらえる人がね増えたら嬉しいなっていうところで、野球人口が少なくなってきてるよとか、いろんなね、ところでね、そういう声を耳にしまして、少しでも何か貢献できないかなっていう思いでね、始めさせてもらいました。まあいろいろ初めから見てくださってる初期の方の方は、方々はね、なんか初めの動画はこんなんやったなとか、いろいろこうコメントいただくんですけども、まあいろいろ僕なりに、まあ試行錯誤しながら、ここまでね、動画を毎日、投稿をしてきたという形になってます。まあそれはですね、僕自身すごく楽しいものでありましたし、なんて言うんだろう。まあ僕もジャイアンツがね、辞めてからですけども、選手とも交流があったりとか、まあジャイアンツ戦、見るのもすごく好きなんで、だったら解説してみようかなとか、そういうような形で今の動画スタイルに行き着きました。で、YouTube なんですけども、僕ね、その前にですね、僕の夢の話をしたいんですが、僕の夢はですね、目標はですね、野球球団を持つっていうのが僕夢なんですね。で、オーナーになるという意味です。どういうことかっていうと、まあソフトバンクの孫さんであったりとか、楽天の三木谷さんとか、DeNA の難波さんみたいにですね、まあその球団を持って、球団を経営してみたいなというふうに思いました。その理由はですね、僕がジャイアンツにいた時に、まあ、別にジャイアンツを悪く言うわけではないですけども、なんか結構、自分がジャイアンツという球団をね、経営してみたらどうなるんだろうとかね、いろいろそういうふうに思ったことがあったんで、だったら自分の球団をもう持てるような、人になりたいなっていうふうに思ったのがきっかけでね、それが今の夢になってます。で、じゃあなんで YouTube やってんのっていうところなんですけど、僕もともとやっぱりそういう夢があるので、起業をして大きい企業を作って、それで球団をね、新しく作るのか、買収、今ある球団を買い取っていくのかっていう二択だと思うんですけども、その起業する際ですね、まあいろいろね、始めスタートアップであったりとか、いろいろこう立ち上げていく際にお金がないとかね、いろいろ、まあ、いろんな人のお話であったりとか、電気であったりとか、ネットの情報なんかを見てると、いろいろね、やっぱり、ビジネスを上げていく、スタートアップというか、ビジネスを立ち上げていくっていうのは、すごく難しいことだというふうにね、感じまして、だったら、どこにいても、例えばスマホと、自分の話術というかね、お話のするスキルがあれば、まあ多少なりともこうお金を稼げるようなことがあった方がいいかなというふうに思って、YouTube を始めたっていうのも正直あるんですよね。で、そこでまあいろいろコメントでね、最近小山さん今どこにいらっしゃるんですかとか、僕がちょっとアメリカに来てますとかいうのをポロッと言った時に、なんでアメリカに来てるんですかというのをね、ご質問いただくんで、それについてお答えしていきたいんですけど、僕はですね、まあ YouTube もそうですけども、非常に、なんて言うんだろう、IT というかですね、その IT サービスというか、結構そういうのが好きなんですね、野球やってた時から。うん。で、非常に、やっぱりこう世界どこ、見渡してもですね、この僕がいる今サンフランシスコというところ、シリコンバレーというところはですね、一番こう、
まあ野球で言ったらメジャーリーグみたいなところでですね、非常にこう、なんて言うんだろう、スタートアップであったりとか、非常にこう、IT の企業がボコボコ出てきてる、世界一の場所だと思うんですね。で、僕はね、まだプロダクトがなかったりとか、自分がどういう企業を立ち上げていきたいかっていうのは、明確になってないんですけども、やはりそういう場所でですね、まあ僕も英語は全然喋れないので、まあ初めは語学留学という形でね、ちょっとこうサンフランシスコ、シリコンバレーの方に行って、いろんなことを吸収しながら、プロダクトを作っていきたいなっていうふうに思ったんで、今アメリカにいるんですね。コメント欄でね、なんか遊びに来てるだけやろとか、いろいろ言ってる方もいらっしゃるんですけど、まあ実際 YouTube ね、いつも1日2本出してますし、語学学校にも通ってますし、で、別にね、プロダクト開発というか、いわゆるプログラミングを自分でコードを書いたりとかね、まあそういったことをしてるんで、正直今来て、まだ3週間ぐらいかな、3週間ぐらいですけど、正直1回も、ご飯をね、食べに行ったりとか、友達と遊んだりとかっていうのもしてないので、なかなかね、なんて言うんだろう。まあ遊んでるわけではないんですね。で、まあこれ実際時差もあったりとか、16時間あったりとかしてて、まあ毎朝4時に起きてですね、こっちの時間で言うと4時に起きて動画撮影をさせていただいてますと。で、少し小山くんちょっと動画のね、投稿するのが遅いよというふうに思われている方いらっしゃるかもしれないですけども、そこはちょっとね、ご了承くださいというかですね、これ結構精一杯やってる感じなんで、そこはね、ちょっとね、なんて言うんだろう。多めに見てもらいたいなというふうに思ってます。で、じゃあ YouTube どうしていくねんっていう話なんですけども、今現状すぐ辞めるっていう形ではないですけども、先ほど言ったように、まあその自分のプロダクトを作ってね、会社を作って、まあ大きな企業にしていきたいっていうのが僕の夢であって、そこからね、球団のオーナーになっていくっていうのが、まあ僕の、まあ今の人生の夢であるわけですけども、その過程の中でですね、いずれこの YouTube の投稿というか、アップロードとかね、そういったものをちょっとできなくなってくるフェーズに、行くことはあるんじゃないかなというふうに思ってて、今現状ね、プロダクトもなくて、自分でね、自己開発してる段階なんで、全然 YouTube もできるんですけども、例えばこれが、株主からね、お金をいただいて、株をね、渡して、じゃあ事業伸ばしてくださいよというふうなね、形で、なってくるとですね、やはりこうやって YouTube を撮ってる時間もですね、まあもったいないというか、その株主の方のために、やっぱりしっかりやっていかないといけないというふうにもね、責任が生まれますからね。そういったところで、まあその、まあいつ辞めるかって言われたらちょっとわからないんですけども、まあその、まあいずれね、うん。まあ近い未来、まあ1年以内ぐらいだと思うんですけども、多分おそらくこの YouTube チャンネルをなかなか更新できなくなってくるんじゃないかなというふうに思うし、まあ非常にね、毎試合、解説であったりとか、まあいろんな自分が思ったことを動画にさせていただいている中でですね、いろいろコメントをいただいたりとか、うん、たくさんコメントをいただいてますし、もしかしたら、僕のチャンネルをね、毎日見てくださってる方も少なからずいるのかなというふうに思うので、その方々にはね、非常に申し訳ない、ところはあるんですけども、僕の夢というかね、僕の目標があって、そこに向かっていくために、少し YouTube が、おろそかになってしまうというか、それを天秤にかけたときに、夢の方をね、僕は取りたいなというふうには思ってますんで、まあ今ね、すぐ辞めるわけではないですけども、いずれ、辞めますから、それまでね、僕は全力で動画投稿していきたいと思いますし、面白い動画であったりとか分かりやすい動画、ジャイアンツを好きになってもらえる。もっと広く言えば野球を好きになってもらえる。別に野球じゃなくても、スポーツっていいなって思ってもらえるような動画をですね、できなくなるっていう風なね、ところになるまで全力でね、やっていきたいという風に思ってますので、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、ちょっとね、まあ、いろんな質問に対して答えられているかわからないですけども、まあ、僕が YouTube に対してどう思ってるかというところと、まあ、現状僕は何をしてるのかとかね、
どういう夢を持っているのか、どういう考えで、日々過ごしているのかみたいなところをね、ちょっとお話していきました。まあちょっとね、ジャイアンツ情報ではないので、あの興味ない方は多いと思うんですけども、ちょっとね、なんて言うんだろう、見てくださった方はね、あ、小山翔平ってこういう風に考えて行動してるんだとかね、こういう夢があるんだみたいなことをちょっとでもね、覚えててもらえたら嬉しいなという風に思いますし、まあ何年後になるかわからないですけども、絶対ね、この夢を叶えたいという風に思っておりますので、ぜひね、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。